今日の動画始まるよ。皆さんこんにちは、八田エミリと申します。なんと今日激辛なものをまた食べたくなってしまいました。この前ペヤングのごく激辛のやつ食べたんですけど、あれは本当に辛くて、もう辛いものを食べたくないってずっと思ってたんですけど、ついに辛いものを食べたくなる欲求が出てしまいました。そこでこちらを買いました。ででーん、蒙古タンメン中本の旨辛焼きそばバージョンです。皆さんご存知ですか？これセブンイレブン限定で、お店では味わえない焼きそばバージョンが出てるみたいです。これは蒙古タンメン中本のカップラーメン発売10周年を記念して作られたみたいです。2018年から毎年出てるみたいで、私今年初めて知ったので、これを今日は食べてみようと思います。私はカップラーメンバージョンも食べたことが何回かあって、そんな悲鳴上げるほどじゃなかったので、前回のごく激辛よりは全然美味しく食べられるでしょうと思って買いました。ではクッキングしていきます。開けますよ。みんなはどこから開ける派？私はここから。お、説明欄めっちゃ大きく書かれてていいね、いいねとか言って。オープン。おお、粉末ソースと液体ソースと辛味噌風味マヨ入ってました。これお湯を入れて5分待ちます。じゃあ5分待ってる間に、私のおすすめの辛いカップラーメンを皆さんに5つご紹介します。まず1つ目は日清カップヌードルのトムヤムクンです。皆さん食べたことありますか？私トムヤムクン結構好きなんですけど、この日清のトムヤムクンヌードルはね、強い辛味と酸味とパクチーもめちゃくちゃ入ってて、すごくね本格的な味です。しかも海外によくあるちょっと癖のあるスパイスとかは抑えられてて、日本人が食べやすいようにスープが作られてるから本当にね美味しい。しかも大きいねエビも入っててめちゃくちゃ豪華。これがまず1つ目。2つ目はエースコックのスーパーカップ豚キムチラーメンです。これめっちゃ大きいやつ、こんななんか 1.5 倍のやつです。もうとにかくめちゃくちゃペコペコで、ピリ辛なものを食べたいって時にはそれ食べます、たまに。スープは醤油豚骨スープで、その中に白菜キムチとか豚肉とかチンゲン菜とか唐辛子がトッピングされてます。で麺もねめちゃくちゃもちもちで本当に美味しい。キムチ大好きだから食べちゃう、たまに。3つ目は一平ちゃんとカラムーチョのコラボのホットチリ味です。私お菓子でカラムーチョ本当に大好きだから、ちょっと食べてみたらそのままねお菓子のままの味でびっくりしました。カラムーチョ好きな方にはおすすめ。味は醤油ベースにニンニクとホットチリの辛みが加わってて食べやすい。カラムーチョの味そのまんま、本当に。私のスーパーではホットチリ味は最近全然見られなくて、多分新しいのに変わったのかな。なのでちょっと寂しいんですけど、今度見つけたら買います、絶対。ラストは日清ラオウのビリビリ辛うま汁なし担々麺です。これめちゃくちゃ美味しい。私あのビリビリだから、なんかね山椒じゃなくて花椒が入ってるみたいなんですけど、あのしびれる花椒と汁なし担々麺が大好きなんですよ。辛いのも大好きだし、だから大好きなものが全部詰まった本当に最高の一品です。花椒のしびれ具合も辛さも担々麺の濃厚さも全部がねいい感じにミックスされてて本当に美味しい。ぜひ辛いの大丈夫な方食べてみてください。お湯切ってきました。そしたら入れていきます、液体ソース。おお、美味しそう。ちょっと赤いな。うわ、めっちゃいい匂いする。ちょっとピリ辛な匂いですね。粉末ソース。うわ、え、赤っ、めっちゃ辛そう。うわ、辛っ、唐辛子の匂いがします。結
結構多いよね、これ。これで混ぜていきますよ。なんかね、麺がすっごい太い。太麺の焼きそばです。え、すごい！具材がさ、ちゃんとしっかりしてる。キャベツがさ、葉っぱ大きい。キクラゲも入ってる。本格的だ。人参も入ってます。なんかベーコンも入ってんの、これ。美味しそう。こんな感じになりました。そしたら、このマヨ入れていきます。これは、辛味噌風味マヨだから、何色？え？赤！すごくない？この色。ウニみたい。ウニにしか見えない。え？絶対辛いじゃん、これ。こんな感じかな。できました。これ食べる前に今日の辛い時の助けてくれる選手たちご紹介します。まずドリンク。こちらご用意しました。でれーん。毎日一杯の青汁。まろやか豆乳ミックス。やっぱりちょっと体に良くはないよね。このカップラーメンってことで。少しでも体にいいもの。買ってみた。ちょっと多分わかんないけど苦いかもしれないから、それで辛味を抑えてくれるかなと思います。二つ目。でれーん。もチーズ。これはね、ローソンにあるやつ。なんかもちもちな餅の中に北海道チーズが入ってるみたい。食べたことないから気になって買ってみた。ラストこちら。ミーチープー。ミーチープーだって。全然わかんないんだけど。みっちり詰まった濃密プリンでミーチープーだって。めっちゃ美味しそう。これ絶対辛味を抑えてくれる。この3人の選手を活用します。助け舟として。じゃあ、いただきます。めっちゃ美味しそうなんだけど。これ団子になるから早く食べなきゃね。辛いの怖い。前回怖い。辛っ。普通に辛っ。え？辛い辛い。え？ちょっと待って。前回よりは辛くないけど、普通に辛い。お、え？優秀？青汁めっちゃ収まる。全然収まらんわ、青汁。え？一気に汗出たんだけど、美味しさがちょっと今辛い感じしか出てこなくて美味しさわかんなかったからもう一回食べさせてください。いただきます。あ、美味しい。これ辛さと旨味がちょうどいいと思ったけど、後から辛さがズドンってくる。麺は本当にもちもちで柔らかい。辛っ！後からすごい辛さくる。熱っ！で、これさ、赤い唇じゃなくて、オレンジになるタイプ、唇。熱っ！美味しい、でも。ラーメンよりこっちの方が好きかも。辛っ。あ、辛っ。痛っ。この喉まで痛い。熱っ。ここで、もちず食べます。熱っ。え？もちだ。熱っ。汗かきたい時にいいかもね。こんなトロッとしてる。いただきます。え、なにこれ。めっちゃ美味しい。めちゃくちゃチーズ味のトロットロの餅。大福。
レアチーズケーキ味の餅の 大福の味する。うん、え、めっちゃ美味しい。飲み物だこれ。辛み抑えられちゃった。これちなみに130円でした。美味しい。これこれまだまだ焼きそば残ってるから残しとかなきゃね。助けてくれる選手たちを。いただきます。蒙古タンメンさん、ありがとう。汗かいてきた。いやー、熱い。これ行って、え、いやー、いや、息吸ったら辛い、息吸ったら辛い。じゃあミチプ行こう。ミチプ、じゃあいただきます。うわ、すごい。え、何これ、何これ、プリンじゃない。めちゃくちゃ滑らかな生クリームと生チョコの間って感じ。めちゃくちゃ柔らかくしたクリームチーズの食感、めっちゃ美味しいこれ。え、ローソン天才。辛さ忘れちゃった。じゃあ残り一気に食べようと思います。いくよ。辛っ。うん、あ、うん、辛っ。この蒙古タンメン中本さんは美味しいのと辛いの本当際どいところを言ってる。うまい、作るの口の中サウナなんだけど。でもすごい美味しかった。うん、濃厚。ごちそうさまでした。今日の感想、蒙古タンメン焼きそば美味しい。個人的にラーメンよりも好きだった。程よく刺激があって、この夏辛さに浸りたいけど痛すぎるのは無理って方にはおすすめ。セブンイレブンに毎年出てて、今5月現在も出てたので人が少ない時間を見計らってぜひ訪れてみてください。いや、ほんとね、蒙古タンメンの辛さ舐めてた。もうちょっと辛くないかと思ったけど普通にめちゃくちゃ辛かった。ということで、また美味しそうな激辛のものがあったら食べようと思います。皆さんも辛いものたまには食べて刺激を感じてください。汗かきたいけど運動したくない方ぜひ食べてみてください。じゃあまたね、いて。